おはようございます。特化塾の久保です。特別定額給付金のみならずですね、もうあらゆるところでこの人が私たち国民の暮らしを邪魔していると、もうはっきり言わせていただきます。麻生太郎財務大臣、副総理、あなたがいる限りね、国民の暮らしは豊かにならないんですよ。ね、何、家庭を持つと子供を持つと生活が大変だから、だから産むやつがいなくなる、そういう国を作ったのは誰なんだってことですよ。国民はね、必死でやりくりしてますよ。ね、麻生さんやりくりしてないでしょ。少なくともうな重をね、10万円で食べたりしないわけですよ。まあ羨ましいですけどね。まあでも羨ましい、けしからん、けしからんですよ、やっぱり麻生さん。ということで、みんなと一緒にね、またね、コメントこれから読むんで怒っていきましょう。怒っていきますよ。じゃあ録音ボタンを押して画面切り替えます。さあ、今朝の私の動画に対してね、コメントがね、もう並んでますよ。本当に皆さんね、お怒りごもっともでございます。まずはまこさんです。麻生さんやめてください、さっさと隠居してください。国民を苦しめるのはそんな楽しいですか？楽しいらしいんですよ、麻生さんは国民を苦しめるのが。もっと苦しめるとばかりにね、私たちのはしごを外しまくってます。次、麻生さん、もうあなたの時代ではないと思います。子供が少ないって言っても生活ができない国で産むのはきついです。私も少しもうどのいやって気持ちになってきます。自殺率って麻生さんが自殺に追い込んでいるんでは。その通り、自分も自民党に選挙戦で入れたくないですね。国民を苦しめる自民党に勝ってほしくないです。また国民が苦しみますということで、はい、もうこれもおっしゃも自民党ね、なんか自殺党って言ってる人がいるんですけどね。いや本当に今年の夏はね、冗談で済まないですよね。これね、戦争でもない、この経済大国で、経済大国で金がなくて死ぬっていうのはね、これはね、ある意味ね、あの焼夷弾よりきつい爆弾だと思いますよ。金がないっていうのは配給してくださいよ。次ですね、ルームさん、全ての元凶は無能な日本の政治家なり、いい加減お前ら政治家のせいで国がめちゃくちゃなと気づいてほしいですね。むしろ言いたいですね、自民党、維新は投票したくないです。はい、まさに自民党、維新もね、なんか入ってますけどね。維新もなぜだったんでしょうね。維新もう本当に、ね、明治維新というかね、令和維新が起きそうですよ、もう。はい、ありがとうございます。あきこさん、今定額寄付のことをスマホで聞いています。聞いてると今コロナで国民全体のことを、麻生さんはじめ菅さん、国民のことを考えてほしい。今コロナだからなんでしょう、麻生さんって決まらないじゃないんでしょう。80歳もなって考えてほしいです、ということで、やっぱりね、80歳でこういう風なね、重責を担うとこういうことになるってことなんでしょうね。やっぱこう若い感性といいますか、まあお年を召された方が国を操っててもいいんですけども、だったらね、同じ年代、同じ80代の苦しみをもうちょっとね、知ってほしいなと思いませんか、ね、全国4000万の高齢者の皆さん、皆さんの世代から生まれた麻生太郎、こんなひどい人ですよ。次、あやさんですね。私の両親は公務員してました。今でも80になった両親は高齢だからといえ得することないですよ。あ、そうなんですね。公務員さんだからといってね、ぬくぬくはしてないってことですね。やっぱりご苦労されてるんですね。よく父が話してきますが、高齢だからといって税金も安くないし、年金で生活する人に携帯を安くするとか、なんか手段ないのかと言っています。父は公務員で給料良かった時代だったから、今都内で高齢、パスタただ パスポートみたいなの発行してもくれない。あ、なるほど、あ、なるほどね。公務員で、役職が結構ね、上位の方にいたから、今高齢者になって補助がないってことですね。このね、所得制限ってあるんですよね。所得の高い人は結構補助がないんで、なんかね、結構遅くまで働かなくちゃいけなくて、なんか逆転現象が起きてるようなところもありますよね。はい、ゆかりさん、いつもありがとうございます。カンドラ時代もののような現代の日本、新しい時代に変わらないのは古い政治家が多いからですね。一日も早く世代交代、リニューアルしてほしいものです。まあそうですね、やっぱり現役世代っていうかね、社会の中核にいる30代から50代ぐらいの人が、やっぱり現実一番見えてるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱね、隠居じゃないですけども、80歳だったらさすがにもういいんじゃないかなと思いますよね。引退して、あれですよね、カジキマグロ釣りにでも行ってほしいと思いますよね。小石さん、財務省の犬。犬ですね。狼ではないですね。犬、どういうんですかね。なんですか、チワワかな。チワワは可愛らしいから違うか。ブルドッグもなんかね、最近人気がありますからね。なんとも言えないですけどね、はい。財務省の犬っていう表現が一番いいんですよね。三浦さん。他の国の税金は高くともちゃんと自分たちに返ってくることになっているが、日本は政治家の高い給料と高齢者にほぼ使われている印象が強いですね。消費税、厚生年金、健康保険、ずっと支払い金額増えていってる。
国民は支払い金額が増えても給料上がらない、生活とても苦しい、はい、可処分所得がどんどんね削減されてるってことですよね。あの税金もやっぱり私たち払うのが嫌なんじゃなくてね、適正な分担はあると思うんですよ。適正な社会費の分担、ただねその分担がある特定の人を儲けさせるためね、山本太郎さんとかが教えてくれるんですけども、あの企業のなんすか、ね、法人税を値下げする分そっくり消費税で賄っているというね構図がありありと見えるじゃないですか。それはねどうなんだろうなと思いますよね、うん、ただやっぱりね一流企業の方が、法人税を下げろっていう運動が功を奏したんでしょうね、まあ、ですので私たちも消費税をなくせっていう運動でね押し返さないといけないと思うんですよ、うん、それやっていきましょう。消費税廃止の署名を、令和新選組さんねやってますんで、どんどん皆さん書いてください。あれがねやっぱりね6000万人ぐらいね消費税廃止っていう署名すると実現すると思います。まあ6000万じゃなくても実現すると思うんですけどね。はい、礼式さん、そもそも収入が少ないから結婚ができない、結婚したくても低収入のパートだからパートナーすらできない、自分の生活だけで精一杯。これね、まあ結婚結婚じゃないっていう論争は置いとくとして、まずね私男の立場から言わせてもらうと、お金がないんで女の子におごれないんですよ、デート行っても。だからかっこ悪いからデート誘わないじゃないですか、割り勘でとかね、クーポン使ってファミレスでとかかっこ悪いじゃないですか。だからねデートができないっていうか誘えないっていうかね、かといって割り勘っていうのもかっこ悪いしね、なんかあれですよ、しまいには男は女の ATM じゃねえっていうのもありますけども、いや男はね女の ATM として使われるぐらい豊かになりたいですよ、でもお金がないんで勘弁してくださいって話ですよ。だから儲かるような仕組みをねやっぱり作っていただいて、一生懸命頑張ってね、その1日に15、6時間働いて手取りが15万とか言ってどんな世界なんだよって話じゃないですか。だから足りない分とか、その何ですかね、休業とかサービス残業の分は国が補填するぐらいのことやってもいいんじゃないですかね。ダメかな、ダメかもしれないですね、すいません、どっちか分かんないですけども、まあとにかくね麻生さんが悪いという一言で全部まとめようと思います。はい、ミーツさん、後ろの人が悪いんですかね。後ろの人も悪いですね、なんか悪そうな顔してますね、あれね、指さして麻生さんなんか悪代官みたいな顔して話聞いてるじゃないですか、あれ両方悪いですよ。野崎さん、久保さんいつも動画拝見させていただいております、毎度思いますが本当に現状を的確に判断、至極真っ当なことを発言されており、いつも感心しております。そうですかね、はい、勝手なことばっかり言ってすいません、昔は私も麻生さんは好きでしたが、今の麻生さんはちょっとと思ってます。昔のかっこいい麻生さんに戻っていただきたいです。本当そうですよね、なんかねその金融担当するまではいい人だったんですよ、まさにね昔の金融大臣ですけども、中川翔一さんと一緒に自民党で暴れてる時っていうのはね、本当にこの憧れの政治家というかね、ああいう人をね、当時の麻生さんとか中川翔一さんを目指して政治家になろうと決めた人もいるんじゃないですかね。今麻生さん見て政治家になろうって誰も思わないと思うんですよね。思わないからこそ麻生さんが君臨するっていうね、負のループが始まってますけどね。はい、秘書さん、久保さん知ってると思いますが、一律出さないから田原総一郎氏が官邸に赴き、なぜ出さないんだと言ったら安倍さん出すと独裁になると言ったと。あ、これちょっと見たことあるかな、そういうの。はーって思いました、感覚が違うと感じました。どんな考えになればそうなるでしょうか。いやいや、もう自殺者で日本いなくなりますと、とんでもない日本ですよ、選挙ならばいければマニフェスト騙すし、そう、自民党ね、安倍政権の最もいけないところは隠蔽改ざん、だんまり、ご飯論法、マニフェスト嘘つく、国民を騙し続けてるんですよ、もうなんか反社会勢力ですよね、完全なる、まあでも自民党の中にもね話の分かる人っているんですよ、だからそういう人にやっぱ権力を与えない、出世させない自民党の体質もちょっと困ったもんなんですけども、なんと言いますかね、自民党内でもある派閥が権力を持っちゃうと国民にとってはねすごく地獄だなというところですよ。本当に、ね、繰り返し言いますけども、バカな将軍敵より怖いってまさにその通りですよね。敵より怖いですよこれ、まあなんか後ろから鉄砲撃たれるようなもんですからね。はい、秘書さん、確かに麻生さん昔はそう悪い人だと思わなかったけど、この人は本性見た気がする、結婚し子供できても重税で無理だよ。確かにね、いやちょっと厳しいですね、きつい、家庭運営はきついですよ結構。麻生さん世間が見えていない、世間知らずってやつですね、麻生さん間違ってる、よく知ってほしい、久保さん言いたいことを全て言ってくれました、まだまだ言いたいことありますよ、秘書さん一緒に言いましょう、日本人のいない日本になるよ、日本沈没本当ですね、日本沈没しちゃうよね、どうするんでしょうね。トシちゃん、この国をめちゃくちゃにした小泉、竹中、安倍、麻生が雇用制度を変え、格差社会を拡大させて
結婚もできない自殺者も増える、当然の結果だと思う。夢も希望もない国にしてしまったな。リードモア。それでも今はコロナ禍で苦しんでいる国民へ一刻も早く年内に異世帯100万円支給して安心感を与えろ。全くその通りでございます。100万ぐらいでね、あの国民の暮らしとかね、日本が救えるんだったら安いもんですよね。まあやってほしいなと思いますけどもね。私が麻生さんの立場だったらもうね、今日中に皆さんの口座にぶち込みますよ。もちろん課税なしでね、消費税も廃止します。はい、杉山さん。自分も全く同意見です。日本は豊かな国だと思ってましたが、この身では未来はありません。だから今助けてほしいのになぜ分かってくれないのでしょうか。あの人たちは何のためにいるんでしょうか。本当に嫌な国、日本です。まあ国が嫌なんじゃなくてね、この国をね、舵取りをしてる人がね、本当一部なんですよ。麻生さん一人がいなくなるとだいぶ世の中風通しが良くなるのかなと思いますけども、そう思うのは私だけでしょうか。はい、大隅さん。久保さんおはようございます。特別定額給付金の問題は何か裏があると僕は思いますね。おなぜなら麻生や財務省が反対しても総理大臣が最終的に決定権を持っているから、菅さんさえ2回目の特別給付金を支給しますといえば麻生や財務省も従わざるを得なくなりますよね。やはり何か裏がありますよ。裏はあるでしょうね。ぜひそのね、裏をねちょっとこう知りたいなと思いますし、なんですかね、麻生さん私の家に来たらね、もうげんこつ一発でね、お前金出せって言うんですけどね、まあ来てくんないですよねきっとね。はい、で次はね大輝さんですね。麻生太郎一人が悪いと思っていない、自民党議員の中にもまともな人は多分いるんですよ。これいるんですよ本当に。けど上が老害だから、まさにね、若手が国民救済を提案しても老害が様子見でスピーディーな政策求められている。今でも遅くなる、うん、今の若者は犠牲者ですよ、うん、そういう意味はすごくあります、うん、私たちロストジェネーション世代も犠牲者だけど、そう私たちねロストジェネ世代がロストされちゃったから、結局私たちの直近のね20歳ぐらい離れた次の世代にも、本当だったら40代50代の私たちがいい社会とかいい職場環境とかいい家庭っていうのを見せていかないといけないのに、それが見せられないんですよね。だからこれからね負の連鎖がすごい速度で始まっていくだろうなと。結局そのマンモス成長時代の私たち子供ですけども、そのね第二次成長長期時代がロストしてるわけなんで、今第三次成長期とね私家庭に名付けてますけども、そこにまでねしわ寄せがいってて、もう家族を作るのやめたになっちゃってね、もうなんですかね、民族浄化されちゃってますよ今本当に。なんかね今の自民党のこの官邸の決断とかね、このののろさとか対応っていうのは、あの自力で生きていけない人はこの際切り捨ててしまって、せっかく減った人口なんで、あのエリートだけでやっていこうみたいなね、あのなんかザビ家みたいな発想になってませんかこれ、あの議連総帥みたいな、うん、危ないですねこれ。ソーラーレイで打ち込まないといけないですねこれは。でそうですね、きちんとした社会で定年まで安心して働ける、ある程度年収も上がり生活も人並みに、できる、今なら子供一人二人作っても安心して育てられる、子供たちが将来不安にならないような国になる、子供や犬や猫じゃないんや、ボコボコ産み落とせるわけないやんかっていう、本当その通りなんですよ。やっぱね家庭を運営していこうと思ったら、ある程度安定した収入とか職場がある社会環境ですね、職場っていうのは社会なんですよ。だから職場によって、まあ、いろんなことを学べるし、職場によってね社会ってものが見えてくるし、で職場によって収入も得れるし、本当にね安定した職場っていうのがすごく大事なんですよ。もちろんね5年10年でこう移り変わっていく職場でももちろんいいんですよ。でもなんか今の採用がなくなったら今度いつ就職できるのか分かんないみたいな、こんな不安な状況ではね住宅ローンも組めないし、もうなんか困っちゃうんですよ。定住地が見つけられないんですよ。定住地が決まんないから、衣食住のうちの住ってものがないから、だからやっぱりね自分の行動にも自信が持てなかったり、安く買い叩かれちゃうことにもういいダクダクと受けるしかなかったりとかね、国民同士で足引っ張り合うようになっちゃうんですよね、だからだいぶ基盤はね、基盤は国が政策がどっち向いてるかなんですよ。今どっち向いてるのか分かんないし、なんかどっちも向いてないんじゃないきっとね、なんかしないけど、その麻生さんはじめね権力持ってる人が何を考えてるんですよね。なんか休憩してるんじゃないかなと、なんかやってらんないですよね国民としては。はい、もう表現がないですけどね、もう皆さん心の中に思うことがあると思うんで、またコメント書いてください。おろし丸さん、そりゃ議員報酬かなり美味しいからねと、選挙で多少使っても議員である限りもらい続けられるんだから、議員の椅子は手放すには簡単にはできん罠。まさにその通りでございます。羨ましいという部分もあるけども妬ましいですね、お祭り .com、 もはや麻生の僕を殺すしかないわって書いてますけども、なかなかね実力甲子園出れないんで、まあ心臓麻痺が起きる可能性はちょっとあるんで、皆さんね牛の国参りをみんなでするしかないかなっていうことになります。あまりねこう殺す殺さないという発言はね、この動画が削除される可能性もありますんで、また表現としてはあまり適当じゃないんで、気持ちはわかりますけども、
やっぱりこうね、どんな方でも三分の利といいますか、命を尊重するような発信でお願いします。まあ、お気持ちはわかります。はい、で大福太郎さん、今の日本はタイタニック沈没みたいだなということなんで、デカプリオになるのは誰でしょうか。まさか本当ですもんね。スリーヤーズさんが、本当に麻生が財務大臣に座っていることは国民の不幸です。麻生のせいで泣かなくてもいい人がいっぱい泣いてきた、マザーファッカーということですね。あのなんですかね、あれですよ、マッカーサー元帥が GHQ を率いて日本を支配してきた時よりもひどいような気がしますね、今はね。お、マチコさんコメント書いてくれましたね。今回の動画分かりやすい、ありがとうございます。今の伝え方は本物の政治家みたいですということなんで、今回の動画ね、 URL をちょっとね送りましょうかね、官邸の方に。見てくれないと思いますけども、まあ受付の中人ぐらいは見てくれるのかなと思いますけどね。麻生氏がその場から去ってほしいと、思いはね私もよく分かります。腹渡が煮えくり返ると、もうね本当に煮込みうどんでも作っちゃいましょうかね、まちこさんね。たけるさん、おはようございます。また少子高齢化問題で失言しました。失言というかこれ本心じゃないですかね、麻生さんの。まただと、定額給付金はこの人どういう音で出すべきですと。感染拡大の中、対策の一部として給付すべきだと思います。ラスボス麻生を倒すためには周りから固めていく作戦です。昨日は公明党さんへお願い、今日も続けます。国民を苦しめて何が楽しい。麻生さんは楽しいらしいですよ。つくづく日本が嫌になった。いや、日本というよりも麻生さん個人が嫌になるということなんですよね、きっとね。だんだんね、麻生さんを責めるだけの動画になってきましたけどね、ちょっとだいぶ趣旨が変わってきましたね。子供から高齢者の方まで、平等に幸せな暮らしを送れることをサポートがあってこそ日本の未来は明るい。その通り。山本太郎さん、どうにかしてください。はい、山本太郎さんがやっぱり救世主かもしれないですね。あ、メグさん、いつもありがとうございます。ご参加ございます。本当そうです。税金ばかり取り上げて何のメリットもない。麻生さんやめてください。メリットないですよね、本当。久保さん、麻生さん54歳で初婚です。おお、すごい。子供がまだ小さいから大譲りで引退しないのです。それと地位と名誉が、旨味がなくなるのが嫌。日本経済俺が回してる、勘違いに、もう勘違いにも甚だしいですね、これね。麻生さんはね、54歳で初婚だったんだ。あ、初めて知りました。まあそういう意味ではね、ご苦労されましたね。この点、一点において麻生さんすごいなと思いますよ。公平に見ないといけないですからね。ゆきチャンネル、私は税金払うの嫌です。次回選挙は自民党以外に投票した方がいいです。はい、私もそう思います。まあ自民党でもね、本当いい人がいるんですけどね、こうトップを占めてる人がこういう人だと全体がなんかね、どうしようもないものに見えちゃいますね。ポリポリさん、80歳なんだからもう政治家辞めて家にいろと思います。脳みそも劣化してるんだから。はい、まあ確かにね、こう言ってることがやってることがおかしいですからね。麻生太郎はボンボンの世間知らずだ。それはそうなんですよね。座布団3枚、私もからも3枚、合計6枚ですね。ゆきチャンネル、麻生は金持ちだから貧乏の気持ちがわからない。まさにそうなんですよね。私も金持ちの気持ちわかんないんでね。だからね、一般庶民の気持ちを組んで政治をやってほしいなと思いますよね。お、10枚、私からも10枚。その通り。はい、いいですね。ゆきチャンネル、その通りですねと、ありがとうございます。はい、最後のコメントかな、これが。結構長かったです今回も。りょうさん、 A 氏、そうじゃない、俺は悪くない、貯めてない国民が悪いんじゃないか。あ、これ麻生さんの言葉ですね、多分。そうじゃない、俺は悪くない、貯めてない国民が悪いんじゃないかと開き直って言いそうです。早く政界を引退されてください。はっきり言って必要ないです。なんかその無益ならいいんですけどね、麻生さんに関しては有害になってますからね。困ったもんです。ポリポリさんも同意してますね。はい、ということで画面の方は終わっていきましょうか。長い17分ほどね、コメント読ませていただいて、皆さんの怒りを私も受け止めさせていただきました。ぜひね、これ麻生さんに見てほしいんですけども、まあ見てくんないでしょうね。ただね、やっぱりこういうふうな声を上げる活動をやめたら私たちの敗北宣言なんですよ。政治家っていうのは言葉が商売です。我々もね、それに対抗するためには言葉とかね、ペンですね、ペンっていうのは剣よりも強いって昔から言われますけど、最近はこうやって鉛筆で物を書くことないんで、タイピングですけどね、こうやってキーボードでパチパチ打つわけなんですけども、そういった国民の声をやっぱりね、ドカンドカンと届けていかないといけない。それからこれはね、皆さんにもちょっと意識してもらいたいんですけども、私たちがね、こういうふうに言ったりやったりするぐらいじゃ全然数が足りないんですよ。ぜひね、隣の方にも声をかけて、消費税ない方がいいよねとか、定額給付金欲しいよね、じゃあ一緒に声上げましょうっていうふうにして、1人から2人、2人から4人、4人から8人、8人から16人っていうふうに広げていってですね、国民の1000万人とか2000万人とか5000万人が、麻生やめろじゃなくてもいいんで、消費税廃止とかね、定額給付金出せとかね、コロナ保証しろみたいなことでね、声を上げると、まあなんとかなるんじゃないかなと思います。まあ世の中ね、多数決で動いてますんで、誰がね、このね、菅さんとかね、麻生さんとかね、特に二階さんとかね、この辺に
あの権利を与えているのか、それは紛れもない私国民なんですよね。国民のうちの大多数が今の政権を支持しているというこの現実は変わらないんで、まあ、だからといってね立憲民主党に入れるとは言いませんよ。私も立憲民主党はちょっとね、あの小川淳也さん以外はあまりいい人が見つからないということでねあまり興味がないんですけども、まあでもだからといってね自民党のスペアが今のところない状態なんで、まあ、いつもいつも自民党が不戦勝になってるような感じです。ちょっと口惜しいですねこの辺がね。まああの立花隆さんも割と好きで YouTube 見るんですけども、まあ、NHK をぶっ壊すだけではなかなかね定額給付金が出ないんで、立花さんにはちょっとゴルフをしていただいてですね、まあ、山本太郎さんの令和新選組が多分国民の感情に一番近いんじゃないかと思いますから、やっぱりね山本太郎さんの令和新選組にも、全部が全部私たちの要求は答えられないと思いますけども、当面消費税がなくなって定額給付金が毎月10万振り込まれたらいいじゃないですか。この2つの政策だけでも令和新選組じゃなくても自民党の誰かに、ね、提言していただいて、この2つだけでもとりあえず実行してくれないかなと思いますよね。それから東京ですけども、東京都気の毒なことになってますね。東京都ね、小池百合子さんはでかいマスクをしてテレビに出るだけでちょっとね都民の幸せとか命ってものにあまりにも疎すぎるかなと思いますよね。退職金3500万もらいながら都知事を続けてるってことで非常に羨ましいんですけども、ちょっとね3500万もらっていいな、羨ましいな。ちゃんと税金払ってるのかな、払ってると思いますけども、ヒカキンさんとコラボする暇があったらね私とコラボしてください。ではよろしくお願いします。いってらっしゃい。